ットモリゾです。鱗田深室やっていきますね。でこの曲はね、地味に結構難しいです。前にワンオクのバラードの曲をやったことがあるんですけど、それに似た感じでアルペジオ入れながらストロークがこう織り交ざってくるっていうのが結構ね難しい。しかも結構テンポ早いんで頑張ってみてください。でちなみにこれ僕はレギュラーチューニングでまた弾いてるんですけど、今回多いですね。半音下げチューニングにすると、全弦半音下げると、原曲キーになりますんで、僕はめんどくさくてやってなくて、原曲キーにしたい人は全部半音下げで弾いてみてください。まあ、イントロから見ていきますと、最初そんな問題なくてっていう、これはもうそのままですね。で2段目入ったら、で書いてるコードネームもぜひ参考にしてほしいんですけど、まず最初 C♭9 ですよね。これもうコード通りです。 C♭9 コード入れて、っていう感じなんですけど、基本的にストロークはそこまできっちり譜面通り狙って弾かなくても大丈夫ですよ。大事な音が出てれば C♭9とかでいうところに一発目は全部鳴らした方がいいんですけど、その後のストロークは割とその勢いづけのために入れてる感じなんで、そんなにちゃんとこう狙って4本弾かなきゃみたいな感じじゃなくて大丈夫です。この辺パーンってやっとけば、こういうとこもそうですね。なんかこう音を出したいわけじゃなく勢いをつけたい感じです。でここはこっち左手がハンマリングと同時に叩きます。パーカッシブな音を叩いたら Am7、 叩いたら Bm7、 全部そうですね。ハンマリングと同時に叩く。 Cm7、 ここもそうです、D7 入って775は同じ指でいくと、僕は同じ指でいってて、このスライドの音が入りますね、でそのまま G♭9 に、G♭4 でした、 G♭4 入ってきます。G♭4 なんですけど、これがですね大変なんですけど、この親指ベースでいった方がいいですね。もし親指ベースきつい人はいけなくないです。全然いけなくないんで、そこは工夫してみてくださいね。僕は親指でこうベースを押さえてて、この時にはもうこっちに移動しちゃいます。2フレットの上の時に、そしてまた G♭4 でこっち来て、これもそうです。この3フレットの時にはこっちに移動しちゃいます。こうハンマリング、ハンマリング、 Am7 の形ですね。 C♭9、っていうことですね。また一緒です。 G♭4 入って、またこっちに移動します。タタンタンタンの時に、この3フレットの時にはもう移動してですね。まあ、もう一回一緒なんで、リピートして2回目は2カッコに飛びますと、こういうストロークもそうです。勢いづけです。これぐらいがちょっとずつ盛り上がりますね。もうこういうとこのストロークとかもまさしく勢いづけですよね。なんか音を出してるというよりはもう勢い、こう一瞬2フレットの音入るんですけど、ここも親指で言った方が楽ですね。結構ややこしくて、こういう感じで僕は C メジャーセブンに入ってますね。で一発ストローク入れて、次のベースの時にまた指入れ替えてます。ですね。でそのまま Em マイナーセブンに入れるんで、っていう感じか。指なんですけど、 C が
け離してこう指入れ替えた方がいいと思います。こう C6 みたいな感じに、入れ替えてまたそのまま同じ形なのか、こういったらやりにくいかもしれないですけど、3から2になんかこういうなんかブルージーな音ですね。ここからサビなんですけど、ここからが、まあ、見せ場というかですね。であのストロークなんですけど、あの B に矢印がストロークマークなんですけど、矢印の向きが違うんで、このサビに入るところの矢印は上からこう向かってますよね。こいつは逆に弾きますね。2フレットから3にスライドしながらこう弾きます。でこれでサビに入っていって、僕は小指がずっと1弦になりますね。僕は今小指1弦で、小指でスライドして Am7、 こういう形ですね。小指が1弦にありますね。でこの Am7 終わりの5フレットの時にはこっち移動します。でこういう感じですね。 D7、人差し指で1弦から3弦まで制覇します。で左手が一回小指がこっちに離れて、そのまま中指でベース出せば D シャープディミニッシュの形になります。一瞬きついんですけど乗り越えたら開放弦弾いてこっちに移動します、っていう感じですね。で E マイナースライドで C メジャー7一緒ですね。ここは A マイナー、よくあるやつ、2弦ハンマリングです。ここはも適当、割と適当というか、適当です。でこういうところのスライダー超大事ですね。メロディーなんでしっかり狙って弾いてあげて、こういうところのスライダー、あのストロークは別にどうでもいいですね。どうでもよくはないですけど、あの勢いづけですね。一緒です。一緒っすね。でも大体一緒で、あと D セクションに入っていきます。ちょっとこの感想みたいなとこがあるんですけど、割と原曲に、原曲の感想と似てる感じです。ここまではもうベースがこの四分音符でひたすら刻むんで、これしっかり意識してはもうそのままなんですけど、 A マイナーからこういって G4B 一瞬入って、 C がこういう、さっきも出てきましたね、 C6 みたいな形になって、でできます。 G ですね。 E マイナー入って、でこの6弦のベース音が止まらないように、なるべく止まらないようにって入ります。これは僕はね、中指でスライドしてて、小指まで使いますね。中指、薬指、小指ですね。なかなか綺麗ですね。そしてすぐにこの開放弦、開放弦弾いた瞬間にはもう次に移動して、この A マイナーの形になります。ごめんなさい、 A マイナーのちょっと場所ずれてるんですけど、ここで A マイナーですね。あのこれずれてるというか、あのここに A マイナー書いちゃうとプリングのマークが消えちゃうんで、ご了承ください。一回和音を弾いたらプリングプリングです。この G4B きついです。ここはきついです。中指でベースいきますね。今気づいたんですけど、薬指でいった方が楽ですね。G4B 行ったらそのまま薬指ずらせば C に行けますね。0弾いた瞬間にもこっち移動します。
こら辺はもうよくあるあの弾き語りとかでよくあるストロークですよ。うん、ブラッシングもなんか移動のためにこうブラッシング入れてる感じなんで、そんなにあのブラッシングしなきゃって気持ちじゃなくて大丈夫です。なんとなくこんな感じです、うん。なんとなくブラッシング入る感じで、でまたサビに戻りますと。で2回目は2括弧に飛んで、ん、さっきと一緒ですね。ちょっと違うんですね。ディミニッシュ入ったらちょっとメロディーが変わるとこですね。でも一緒です。アウトロに入っていきますよ。でアウトロがだいたいこのパターンなんですね。タンツンタンツタツタツンタンみたいな。小指でスライドして7フレット持っていって Am7 戻ってきます。あの弾き語りでよくあるただのストロークですね。ここも一応あのオルタネートになるようにあの矢印の向きが振ってますんで、ちょっと分かんない人は参考にしてみてください。B のマークですね。上から B があるときはそのままあのアップってことなんで、最後アップで終わります、でコードネームも意識してもらってやればいけると思いますんで、ぜひやってみてください。どうもリゾーでした。